取りに行くと言って出て行った上条さんを追って姫路さんも出て行ったと、それのどこが大変なんですの？マヤヤが上条先輩は何か無茶をしようとしてるって。無茶、わかった、行こう。行くってどこに行きますのよ。二人の後を追いかけるんだよ。ま、聞くまでもありませんでしたわね。行きましょう。は、はい。あった、コンテナだ。と、その前にゾンビちゃんたちがたくさんいますわね。さーて、ゾンビどもを蹴散らしてコンテナへ向かいましょう。行きますわよ。うん。あ、はい。なんか二人仲良くなってる気が。さあ戦いますわよ。もう引きありですわ。ですわ。やりましたわ。これでよし。ですわ。はっ。やっ。ごめん、遊ばせ。やっ。集中。これでよし。集中。ですわ。やりましたわ。やっ。これでよし。ですわ。これでよし。ですわ。つきありですわ。これでよっ。なんでこんなことに。技ありですわ。これでよし。ですわ。これでよし。ですわ。技ありですわ。どこか隠れられる場所は。集中、集中。これでよし。ですわ。次はどの子かしら。あと10体ですわ。これでよし。
ですわ。私だって戦える。弾切れには気をつけないと。これでよし。ですわ。これでよし。ですわ。私だって戦える。絶対に勝つ。これでよし。ですわ。これでよし。拾っておきましょう。いただきますわね。私だって戦える。こんなところでやられないよ。拾っておきましょう。ダメ、空っぽだ。上条さんは一体何を考えているのかしら。ちょっと待って、コンテナの隅なんか紙が落ちてる。メモみたい。爆弾。爆弾って、爆弾？しかもこれマヤヤちゃんの字だよ。爆弾なんてまた。ああ、なるほど。上条さんたら随分派手に出ますわね。どういう意味？マヤヤさんの無茶をするという言葉を信じるなら。まさか自爆？とまではいかなくても敵拠点への特攻ですわね。そんな。まあ上条さんらしいといえばらしいですわね。これは危険だから人には任せられない。自分でなければ失敗するかもしれないとか考えてるんですのよ、きっとね。どうする、さゆり。決まってるでしょ。追いかけるだと思いましたわ。いいですわよ、私も付き合いますわ。レイちゃん、ありがとう。さゆり、私も行くよ。うん、リサも一緒に行こう。エナミさんを一人で行かせちゃダメだ。ついてくる。エナミンこそなんで一人で行こうとするの。ここから先どんな危険があるかわからないからだ。だったら余計にだよ、一人で行っちゃダメだってば。これは私が思いついた作戦なんだ。他人を巻き込むわけにはいかない。だからお前は。他人じゃない、マヤヤも一緒に行く。姫路、わがままを言うな。わがままはお互い様でしょ。
前のことを思って。マヤヤだってエナミンのことを思ってるんだよ。だからマヤヤもみんなももっと信じてよ。すごい数だ。大丈夫、二人なら半分で済むよ。いくぞ。あっちかな、こっちかな。行くよ。またゾンゾンだ。まだだ、まだまだ行くよ。まだまだ行くよ。じゃないけどね。ん？ドキドキいるよね。ああいう無意識に人に影響を与えちゃう人って。アキハか。マヤヤ、ああいうタイプ苦手だったんだけどな。彼女のおじいさんは武道の達人だそうだ。一度お会いしてみたいな。じゃあ。ちゃんと生きて帰らないとね。そうだな、姫路、ありがとう。これからもよろしく頼む。何を今さらってやつ。そうだな。よし、それじゃ先に行こう。この爆弾でコピーゾンビの発生装置とヘリを妨害する電波の発生源を破壊する。そうすれば戦いは楽になるし、救援のヘリを呼ぶこともできるからな。もう少しで家に帰れる。頑張ろう。うん。
く。エナミン、背中は任せて。頼りにしているぞ、親友。ゾンビハンター2人ともどこに行ったんだろう。爆弾を仕掛けるなら中枢でなければ意味がありませんわ。じゃあとにかく奥だね。奥とも限りませんけど、大体はそうですわね。でもどっちが奥？そんなこと私に聞かれても。ゾンビが倒されてる方に行けば二人ともいるんじゃない？久保田さん。は、はい。レイレイポイント100点差し上げますわ。あ、はあ、ありがとうございます。なんだろう、レイレイポイントって。じゃあこっちだ。行くよ。なんて拳の勢いだ。なんかこいつボスっぽいよ。ああ、つまりこの奥が大切な施設だってことだ。しかしこれでは近づけないな。マヤヤがトラップでなんとかしてみる。エナミン下がってて。姫路、ダメだ、不用意に近づくな。うわぁ、姫路。姫路、危ない。エナミ、ダメ。ゾンビのくせにいい拳ではありませんの。金崎、エナミさん、マヤヤちゃん、二人までみんな来てくれた。当然ヒロインは間一髪でやってくるのですわ。さあ皆さん、お下がりになって。こいつの相手は私が引き受けますわ。金崎が。先輩、ここはレイちゃんに任せて。金崎、すまない。上条さん、レイレイポイント50点貸しですわよ。で、出たー、アイドルレイレイのレイレイポイント。は？レイレイ握手会でレイレイからもらえる伝説のアイドルポイント。100ポイント貯まると何かよくわかんないいいことがあるという。あれ、私さっき100点もらった。なに、ずるいぞリサリサ。とにかく下がってみんな。いらっしゃい、醜い醜いゾンビさん。可能なら実行する、不可能でも断行する。今日の私最強ですわよ。楽しませてくださいますわね。まだまだですわ。
よし、ふっ、私に勝ちたいならばもう一回死んで出直していらっしゃいな。はっ、さすがレイレイ。いえいえ、この程度当然ですわ。でも拳って言いながらなんで蹴ってばっかりいるの？それはもちろん手加減してあげてるのですわ。手加減してそんなに強いの？ギュンギュン、かっこいい。アキア、どうしてここがわかった？マヤヤちゃんが手がかりを残してくれたんです。姫路が、そうか。アキア、久保田、金崎、そして姫路、今回のことは私が悪かった。すまない。これからは、いや、これからもよろしく頼む。当然、この金崎霊様にどんとお任せなさい。いや、お前はまだいまいち信用できない。なんでですのよ。それで先輩、爆弾でこの地下を壊すんですか？ああ、みんな私の作戦を聞いてくれ。新しい武器のようですわね。